こんばんばはタオです今日はベンフォールスのザックサラについてあの思いの丈を話したいというそれだけの動画です。あのまあ、早速あの見ていきたいんですがこれはあのザックとサラって女の子あのザックって男の子とその恋人であるサラっていうあの女の子の曲なんですがまずですねサラ spelled without a nature's getting born on a PVM in 1984っていう歌詞から始まるんですが この2人ともですね音楽が好きみたいで2人ともなのかザックだけなのかって質問あるんですがとにかく、えー、このサラっていうのはですね普通サラは多分ですね、あのー、SARAH でサラっていう、あのー、スペルの人が多いと思うんですがこの子はですね、あのー、なんかちょっと文字ってんですね あの、まあ、ティーンネイジャーってそういうことしますよね。ちょっと自分の名前を、あの、ちょっともじってみて、あの、人とは違う感じにするっていう。まあ、そんな感じの子なんですね、ザラっていうのは。まあ、ザックも実はそうなんですけど、とにかく、サラっていうのが、あの、H を抜かしていると。ただその子は、あの、ちょっと退屈してるんですね。女 p b アンプ IN1984 っていうのは、あの、p b アンプって、あの、ギターとかに、エレキギターとかに繋ぐあの、アンプですね。で、えー、 1984年製のアンプっていう説もあるんですが、まあ、これはあのー、まあ、大体時代設定的にそこら辺なんだと、あのーまあ、この曲の舞台となっているのが84年かまあそのあたり80年代ということですねで w i l e Zach with our sea try out some new guitars ってこの C, C がなぜかここではあのミルの C になってますがこれあの C ですねアルバイトの C でえっ、ー、と このザックが本当はザックっていうのは本当はあれですよあの ZACK なんですけどなぜか、はい、直しましたあの C を抜かして、えー、ZAK でザックと名乗ってる 男ですねでこのザック君がですねえっと新しいギターを試してんですねこれあのお店の中なんですよギターショップの中なんですで Playing Sarah with no age's favorite song ララ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 ラと行くんですがこのとここのえっとまあここではっきりしましたねこのザック君とサラさんは楽器店に来てるわけです そして、あの、ザックっていう男がギター弾いてるんですね。新しいギターを。まあ、新しいギターって言ってて、自分でも弾けてるから、あの、もう常に、常に自分のギターは別に持ってると思うんですが、まあ、新しいギターを買いに来て試してるんですね。で、このザックという男がですね、この女の子のサラっていう、あの、女の子の好きな曲を弾いてあげてるんですね。この時点ちょっと不穏な感じがしますよね。つまり、これは非常にですね、<laughs> 根深い問題で。 根深い問題にて話ばっかり最近してますが、あのー、この男がギター買いに来てるんですよ。で女の子ついてきてるんですね。であのー、男この男ちょっと拘束っていうかちょっとうざいですよね。つまりその女の子に自分のギター買うのについてきてもらっていて、でもなんかこの女の子の好きな音楽を弾くことによってなんかお前のためにこう弾いてあげてるんだ感を出してるじゃないですか。 この本当は自分の好きなギターを買いたいだけなのに、こう、それをごまかすために、この、サラの好きな曲を弾いてあげてるって、この態度がまず僕はムカつくんですが、この、このなんていうのか、そういう人いますよね。そういう人いるじゃないですか。あの、現実世界でも。つまり、これあの、いわゆる、あの、ヨドバシカメラのポイント、ヨドバシカメラで買い物する 買いたいたものがあってポイントをつけてあげるからあの来ないっていうタイプの,あのパターンですねつまりあの自分の買い物についてきてほしいんだけどなんかあの自分の買い物にただついてきてっていうあのお願いするんじゃなくてあのポイントつけたいでしょみたいなあの僕ポイントカード持ってないからあの君のポイントを君のポイントカード使って君に ポイントあげるよみたいな言い方をして、こう、買い物についてこさせようとするみたいな。言ってる意味なんかありますかね。そういう、あの、そういう古速さを僕は感じるんですね。この歌詞から。嫌ですよね。で、ララ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 ラって言った後に、ザッカンサーラというのが入って、2番ですね。2番っていうのか、その次。Often Sarah would have spells where she lost time っていうのが、 えー、時々、サラは、えー、こう、このスペルってなんかこう、呪文っていうか、こう、頭にこう、もやもやとこう、浮かんでくる何かこう、こう、もののことを指してると思うんですね。シー e where she lost time っていうのはこう、こう、なんていうのかな、あの、時間感覚がなくなるような、こう、つまりサラはこう、何かこう、時々こう、妄想癖があるみたいな感じですね。で、she saw the future, she had voices from inside この、心の、 彼女の中からこう、みが湧き上がってくる声みたいなものがあるわけですよ。それはまあ、もう、率直にちょっと、なんかこう、未来を見るんですね。で、これ、これちょっと、ちょっと続けていきますね。The kind of voices she will soon learn to deny because at home they got her s m a r っていうのは、これがですね、つまり、この一番はザックがあのギター弾ッてとかですね、この前のところは。で、ここは、あの、サラという子のことですよ。 でサラっていうのは非常にこのなんていうのかなまあいい子なんですねあのザックが新しいギター欲しいっていうからついてきてあのアンプに座って退屈だけどまあゲッティングボワードなんだけどあのそれを聞いてるような子なんですけどでも実はその子まあ単的に言うと実はその子こそが何かこうボイスを聞くことができるという状況なわけですねつまりこのザックは あのザックありきたりな少年でまあ彼女の好きな曲これも彼女が本当にサラが本当に好きな曲を言ってるのかすら教えてるのかすら怪しくなってくるんですがつまりサラまあとにかくサラが好きだと思っているザ,ラが思ザックが思ってる曲を弾いてくれるんですがただ彼女って何かこうなんていうのかな将来のこの未来のこの後ちょっと出てくるんですけど こう、トランスミュージック的なもののアイディアがもう彼女の中にあるわけですよ。アイディアというかむしろこれ、ボイスズなんですよね。だからなんかまだ得体の知れないものみたいな感じなんですよ、彼女にとっては。つまりその彼女にとってはそれをなんかまだ飼いならすこともできてないようなもので。というのがその because at home they got her s m a っていうのは、スマッ c k e d ってあの、なんていうか、張り手を打たれるとかいう時に get s m a e d って言いますが、あの、不意打ちをされるというかこう、つまりこう、なんていうのかな、 あのー、家にいてなんかそれをあのー、それが鳴るとですね彼女はこう何かこう一種の、まあ、幻覚幻想とまでは言わないまでも何かこう、動機が激しくなるような。 こう、びっくり、彼女自身にびっくりしちゃうような。要するに、だからそれを飼いならせてないってことなんですけど、彼女自身がこうびっくりしてしまうぐらいの、この何か想像力で迫ってくるわけですよ。なので、彼女はむしろその、The kind of voices she would soon learn to deny っていうのは、そういう声が聞こえ始めると、むしろ彼女は嫌なんですね。彼女は打ち消そうとしちゃうんですよ。その、この未来の音楽性みたいなものが、こう何かビジョンとして現れるときに、彼女はそれが、 あの彼女自書をこうアニメ打ちのめしてしまうようなぐらいの想像なのでもうそれをあの頭振り払ってああこんなことあの別に考えたくないんだっていうふうに思っちゃうぐらいむしろ何かこう何か思うというよりももうただかたくなに頭がこう,こう即座に否定し,し,してしまうような感じですねなんかここにこのなんていうかサラという女の子のこのなんていうかなというか,と,というかその才能というものがそもそもそういうものだっていう感じがしますよね

これですね、あのー、ザックはお父さんに電話するわけですよ。その、ローンを組みたいみたいな、レイアウェイプランズっていうのは多分なんかローンみたいなことだと思うんですけど、お父さん、お金ないですね、ザックは。まだ多分ティーネイジャーとかなんで、お父さんに、えー、これなんかこう、まあローンなのか、こうお、お父さんに払ってもらうかですね。まあお父さんがローンを組むかもしれないけど、どうやってこのギター買うかってことをお父さんに相談するわけですよ、お金のこと そしたらですね、あの、お父さんが電話してる間にですね、サラはですね、あのー、フレンドリーなセールスマンに言うんですね。お前たちはみんな車の中で死ぬんだと。なんでこんなに暗くなんなきゃいけないんだと。お前たちはみんな潜水艦で働いてるんだって言うんですね。これ、これが意味不明なんですよ。これがこの雑感のサラという曲のこの議論を生みがちなところなんですけど、これ、これはですね、 あのー、まずこの文脈を理解しなきゃいけなくて、このフレンドリーセールスマンっていうのは、要はですね、このサブマリンのような、な,なんていうのかな、この楽器屋の店員は、おそらく分かってるんですよ。このザックというティーンの男に才能がないことを、<laughs> ぶっちゃけて言うと。<laughs> つまり何かこう、セールスマンっていうのは、多分このギターを買わせるためにですね、 ああ、いいですね、みたいな。あ、この、このギターかっこいいっすよね、みたいなことを言うわけですよ、セールスマンっていうのはギターを買いに行くと。ちょっと弾いてみてくださいよ、みたいな感じで。で、ザックがこう弾いてみるとですね、このセールスマンは、ああ、いいね、みたいな。いい感じだね、みたいな。このギターね、実はちょっと、あの、まあ、あの、なかなかね、あの、珍しいモデルでね、みたいなこともなんかも言ったりして、とにかくこう、友好的なんです。それはまあ、あの、実は、実はザックの才能に惚れ込んでるからでも,もちろん何でもなくて、 ただ、ただ実はそのセールスマンだからですよね。ただなんかこう、ザックっていうのはそういうのにまあ乗せられちゃうわけですよ。<laughs> あの、非常に凡人なので <laughs>。でもその、サラはある意味見抜いてるんだと思うんですよね。この、セールスマンが、本当は潜水艦のように、この標的を淡々と、あの、本当の本心というのをこう、 深海の奥底に隠して <laughs>、その、お客さんであるザックのことをですね、魚雷で打ち落とそうとしてるんですね <laughs>。そういう比喩なんだと僕は思うんですけど、まあ、これいろんな解釈があっていいんですが、まあ、とにかくでもそれを言うにしても、やっぱりこのサラっていう人のこの、なんていうのかな、ある意味文学的な才能みたいなものがこの産業にすごく、あの、溢れてると思うんですね。この産業に。ハイライトしながら喋ればよかったな。 溢れてると思うんですよそういうことですねそしてアースホールというですねコーラスみたいなのが入りますそして最後ですね She saw the light, she saw the pale English face こう彼女はライトを見るとそしてあの青白い英国人の顔が見えてくると Some strange machines repeating beats and thumping bass Thumping bass ってなんかベン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 ,ベンっていうベースの音ですね Thumping っていうのはで、この 変な機械が、あの音をこう、ビートをリピートして、こう、ベベベベベ,ベって、こう、のぶといベースの音が聞こえてくるみたいな。Visions of pills that t h e put you in a lovely, tr loving trance. こう、トランス、ラブリーな、あるいはラビングな、こう、トランス状態に、こう、みんなを、こう、客席のみんなを、こう、落とし入れるような感じのイメージですね。こう、ライブハウスみたいなところで。 that make it possible for all white boys to dance っていうのは、この白人の女の子、男の子たちが、みんなこう、みんながこう乗って踊るような、このこう、音楽が流れてるフロアみたいなイメージですよ。そして、この、この、ここが大事なんですよ。この all white boys っていうのが大事で、この後、when and when Zach finished Sarah's song, Sarah clapped このですね、そしてあの、だからその、 ザックがギター弾いてる間に、実はザックの曲聴いてないんですよ、サラは。サラはこう、あのー、妄想がまた来ちゃってるわけですよ。あのー、つまりこう、未来の、音楽の未来みたいなものが、こう、ケージみたいなものがもうさらに降り,降りてきてる、ばーっと。そして、あのー、でも、ザックがジャンと弾き終わったと。そしてサラが、あのー、パチパチパチと拍手をするんですね。まあこの、ここもやっぱサラが、サラの優しいところなんですが、あのー、 これがですね、やっぱりいいですよね、この対比が、オールホワイトボーイズがダンスしているようなビジョンの中で、パッと切り替わって、こうザックが、まあ、こう、しょぼい楽器店の <laughs> で、試し弾き終わって、で、またサラの好きな曲をやるみたいな、この臭い感じのやつが終わって、それでパチパチと、サラ一人がこう拍手をしていると、このよう状況のこの対比で終わるわけですよ、この曲は。すごいですよね、この曲、すごいと思いませんか これはですねこれは何て言うのかな僕はこれはすごくこう残酷な曲だと思うんですよねつまりあのー、サラっていうのがでこれはですね何かあこのあとねなんかコメントがあるんだよねそうあのクォーティングペンって言ってここにあのー、ベン・フォールズが言ったインタビューかなんかで言ったことを、あのー、書き出してくれてるのかな って思うんですけどつまりですねあの I was thinking of these kids growing up in the Midwest 中西部で生まれ育った子供たちのことを考えてたんだと A 16, 16歳の男の子がギターを弾いていてで彼女っていうのはあの横に座って彼がギター弾いてるのを見なき見てんだと で、she just buzzes there and listens like she had nothing better to do. なんか他になる何もやることないように見てんだけど、maybe the girl is also writing songs and she has this idea in her of, in her of music that will happen in 20 years time.20 年後に起こるようなこの音楽っていうのは何か想像が頭の中にあって、アイディアがあって、で、彼女も曲を書いてるかもしれない。で、she really has some good ideas。彼女本当にいいアイディアがあると。But she is not saying anything because she is supposed to listen to her boyfriend and he is playing music that was written t w e n t years y ago <laughs> すごい残酷あの悲しいことを抱えてますがザック君にとって、えー、彼女は何も言わないけども、えー、でもそれっていうのはあの彼氏の曲を聴かなきゃいけない っていうのがあるんですねなんかこう嫌な感じですよね。彼はこう20年前に書かれたあの古い曲を弾いているんですね。こう自分にこう、ほでポでしながら、うぬ、ん、ぼれながら弾いていると。<laughs> そこまで言ってないかもしれないけど。その一方で、黙って聴いている彼女の方にこうすごいアイデアがあるっていう、これがいいですよね。I remember going to music stores when I was in high school. And, and there was always some guy playing guitar while his poor girlfriend had to sit on the amp and watch him dumb ass for two hours. <laughs> こう2時間ぐらいですね、この彼氏がしょうもないギター弾いてるのを見なきゃいけないかわいそうな女の子っていうのがあのいたんだということですね。この僕があのこのペンフォルールズが言うにはこのはや高校生の時にあの音楽ショップに行くとあそういう男がいたんだとで。And I thought, man, I would never do that to my girlfriend. ああ僕だったらそんなことは僕の恋人のそんなことは絶対しないなってそうそううざいやつですねうざい男がやっぱりいたんですね and <laughs> <laughs> that's the basis of this song of the song それがこの曲のもとになっていると There is probably nothing wrong with Sarah かなりお,おかしなところは悪いところは何もない at the same time she's seen some truth それどころか 同時に彼は何かこう、彼女はこう、こう真実を見ている。There is no truth coming out of z a c あの a c k からは何もこう、真実になるものは出てこないですね。z a c はただあの、音楽を、20年前の音楽をサラが好きだっていうんで弾いてるだけで才能がないわけです。サラ、サラ is a little crazy, but he's having visions of Techno Music in the future。これがさっきちょっと触れたあの、テクノミュージックの未来のビジョンみたいな。 彼女にあるこれはあの多分あのそういう曲があるんだと思います。20年前ぐらいに流行ったっていう、ちょっと古い、Dust in the Wind っていう、なんかそんな感じしますよね。有名なのかもしれないですけど、僕ちょっと知らないですけど。という曲で、なんかこれ,これ,これだけ見ると、彼女の方にこそ、なんかこう、 音楽的な才能があってアイデアがあってっていう、まあ、皮肉な、あのー、ザックかわいそうみたいになるのかもしれないですけど、まあ、僕が思うのはあのやっぱりこれ一番かわいそうなのはサラですよね何ていうかこうこういうことっていろんなところで起きていると僕は思うんですね何かこう本当にこうある意味才能があるというか、まあ、まずこの あのー、the kind of voices, voices she would soon learn to deny because at home they got her smack みたいなそもそも本当のこの才能みたいなものって何かこう本人の意志とは関係ないようなものなんですよね多分こう何かこう何かもっとこう衝動的で衝撃的で何かこうその才能の持ち主からすると鬱陶しいような目を閉じてしまいたくようなその滑らかしさとこう 鮮やかさを持って迫ってて迫くるるようなものがあるわけですよ、ね、でなんかそうした時にその本才能の持ち主っていうのがこうむしろそれをどうあの扱えばいいのか分かんなくなってしまうというようなことがまああるわけだと思うんですよねそういうことを書いてるとでこの世の中のこの不条理というか理不尽というのはですねやっぱそういう人が何て言うのかなそういう人が何かを表現できないということがあったりするわけですよ。 あのそういう圧倒的なこう何かビジョンや才能、経験みたいなものがあるようなレベルの人があの表現をできずに、むしろこうザックみたいな平凡なやつこそがあのなんていうのかなベラベラ喋って歌を歌ったりするわけですよね。でもまあそれってなていうかある意味まあ仕方のないことでもあるし、だからといって で「平凡なやつが黙れ」っていう天才のささやきに耳を傾けて帰るために「平凡なやつは黙れ」というのはあの全くあの正しくないと正しくないというか全くこう説得力がないと思うんですよね。なんでこのなんていうのかなそのなんかこうこの曲はすごく明るい曲であのすごくすごくいい曲なんだけど。 奥深い曲なんだけどなんかどこかこうこそういうこの世界の残酷さというんですかねそういうものをなんか聞くたびに思うんですよねそしてこうサラという女性がやはりこの自分のこの結局なんだかんだ思いながらもこう彼のギターについていってでしょうもない曲に耳を傾けその場にいてですねあのこうその優しさがまあ まあ将来的には彼女の才能をある意味まあ殺してしまうような感じがするじゃないですか。このサラもまだ10代で、あの、今でこそビジョンみたいなものがあるんだけど、やっぱりその、この優しさですね。この自分でギター弾くんじゃなくて、このザックのギター買いの行くのについてきちゃって、そしてザックがあの曲を、サラの好きな曲を弾き終わったところで、あの、パチパチと拍手をしてあげるような、この優しさこそが何かこう、ゆくゆくはこう、サラの 才能というものを何、あのー、て言うのかなこの未来のボイスとか未来,未来のビジョンみたいなものがこう近いうちにサラからもあの消えてしまうんだろうなというような感じがしてでそこに残るのはあのー、なんかまた新しいギターをお父さんにあのお金の相談して買ってもらってで、まあ、20年前の曲を、あのー、弾き続けてでさらに あのサラちゃんにあの拍手してもらってみたいなそういうビジョンが浮かびますよねあのまあサラがギターを持ってるのかどうかすらこの曲ではあの明らかにされてませんからねうんそういう感じですかねなんかこうそう考えるとですね非常にあの寂しいですよねただまあそういうふうにザックとサラっていうのがこう2人 なんだかんだサラもあの自分の名前から H のスペルを抜いてあのやってますでしょだからその、なんていうのかな。お似合いなんだと思うんですよね。この2人のザックとサラという2人は。お似合いなんだと思うんですよ。で、ザック多分かっこいいんだと思うんですね。で、サラもザックのこと好きなんですよ。で、ザックも平凡にサラのこと好きじゃないですか。 あの好きな曲を弾いてあげるっていうそういう何て言うかなある意味孤独ってさっき言ったけど、まあ、ある意味優しさでもあるじゃないですかそれはなんかそういう2人の関係が浮かびますよねそしてこの中西部に住むこの2人のティーンネイジャーはあのきっとあの、まあ、音楽とは全く関係ない仕事をしてですねあの子供を3人か4人育ててあの夫婦で年を取っていくとそういうビジョンまで僕は見えてくるような曲ですね あの、この雑貨の猿はですね、なんかいろんな人がいろんなこと言ってんですよ、この曲について。で、あの、英語でも、あの、この曲の歌詞の解説をしてる人もいるし、日本語でもブログとか書いてる人もいて。ただまあ、あの、まあ、僕、何が正しいってことは歌詞なんでないんですが、まあ僕はやっぱりこの、今僕が言ったようなことを、あの、想像するなと。僕、この、この、僕の、まあこのこの読み方っていうものはもう、あの、この本人が <laughs>、 ったとおぼしきこのあのソースをちょっと調べたんですけどこれどこでな言ってんのかってでもちょっと見つからなかったんですけどまああのー、この内容から察してもなんていうかそういうふうなあの聞き方があのー、こう、まあ、納得いくんじゃないかなという気が個人的にはしますね、うん、ですねはいということでザックサールでしたあのー もしなんか原曲のリンクとかあればあとこのページのリンクもあの概要欄に貼っておきたいと思いますではではありがとうございましたご清聴